セドナへようこそ。私は機長のジェス・モリーナ、あなたの指導教官を務めます。今回は地上から初めて基本事項を中心にレクチャーします。空を飛ぶ前に知っておくべき基礎中の基礎です。今回の蒸気は定番のセスナ172です。周りを見てみましょう。カーソルモードへの切り替えはいつでも簡単に行えます。カーソルはメニューやコックピット内にある操縦機器の操作に便利です。ご覧の通り、カーソルをアクティブにすると画面上部にツールバーも表示されます。ツールバーは様々な事柄を操作できるクイックアクセスメニューです。操作パネルを開く。操作パネルは使用している機器のボタン配置を確認するのに便利です。次はツールバーからカメラパネルを開きます。カメラパネルからは様々なビューとカメラモードにアクセスできます。パネルをすべて閉じ、次へ行きましょう。目の前にあるのがヨーク、飛行機操縦の主役です。シミュレーションではもちろんキーボードやジョイスティックも使用します。とりあえずヨークを非表示にしましょう。すでに見たように周囲を見回したいとき、カメラを回転させるのは簡単です。とはいえコックピット内を動き回り、見たいものを見て回ることもできます。窓の外を見ることもできます。ではカメラを最初の位置にリセットします。さてこのシミュレーションで使用可能なカメラ機能はこれで全てです。もう少し操作してみて慣れたらカメラを最初の位置に戻してください。見事です。